今宵のメイドの土産は100人のしもべを率いて駅機を追うとされているんです。法相氏は鬼退治のエキスパートってことですね。追われる鬼そのものとして認識されるようになってしまうんですよ。メイドの土産、どうも皆さんこんにちは。メイドの土産のお時間がやってまいりました。まだまだ寒い日が続いていますが、暦の上では立春、冬の終わりが近づいていますね。この立春の前日、節分の日の行事といえば豆まき。豆をまいて鬼を追い払うというこのおなじみの行事が始まったのは比較的新しく室町時代頃からだと言われています。しかし実はもっと古い時代からこの節分の行事の元になったとされる鬼追いの儀式は存在しました。それが日本では奈良時代前後くらいから宮廷で行われていたと思われる追儺という儀式です。そして今回はこの追儺の儀式で活躍した険しい形相の鬼神法相氏についてお話ししていきたいと思います。追儺とは悪鬼を追い払う儀式で、旧暦の大晦日に行われていた宮廷での年中行事でした。この追儺では法相氏と呼ばれる鬼人に扮した役人が疫病などをもたらすとされる目に見えない鬼を宮廷や都の外へと追い出す役目を担っていました。鬼を追い出す際には桃の木で作られた弓や葦の茎で作られた矢が使われたそうで、また「なやろうなやろう」といった罵声と呼ばれる掛け声とともに鬼を外へと追いやったそうです。追儺の儀式はもともとは退儺と呼ばれていました。この退儺や法相氏は中国から日本に伝来した文化だと言われています。日本で退儺が行われたとされる最古の記録が706年のことだと言われていますので、奈良時代以前には日本に退儺の文化が伝わっていたと思われます。中国での退儺の歴史はめちゃめちゃ古くて、なんと紀元前にまで遡るらしいのです。すごいですよね。古代中国王朝である周時代の習俗などを記した「周来」という書物によると、法相氏は熊の皮をかぶり黄金の4つの目を持ち、矛と盾を手に持った姿をしているとされています。そして100人のしもべを率いて疫機を追うとされているんです。かなりいかつい。追われる鬼もたまったもんじゃありません。また法相氏は退儺の行事以外にも葬儀の葬列を先導し、悪鬼を払う役目も担っていたようです。古代中国では死後間もない死体に鬼が乗り移ることができれば、鬼はその肉体を乗っ取って生き返ることができると考えられていました。そのため墓所には悪鬼が群れをなして待ち構えていると考えられていたようで、その悪鬼を払うために法相氏が葬列を先導する必要があったのです。法相氏は死人の脳を食べると言われる化け物、毛量から墓を守るとされていて、一説によると、墓の四方からやってくる猛猟に対応するために方相氏に目が4つあるのだと言われています。さらに猛猟は暴将と言われることもあるのですが、方相氏の方相と中国語の発音が近しいことから、方相氏という名前には猛猟を駆逐する官職という意味が込められているとも言われているんですね。方相氏は鬼退治のエキスパートってことですね。さて、こういった鬼を払う方相氏やタイなどの文化が中国から日本に伝わり、そしてツイナと名前を変えて日本の宮廷行事として行われるようになったわけです。ここまでで話してきたように、もともとのツイナの儀式では目に見えない鬼を鬼神である方相氏が追うという図式だったわけですが、面白いことに時代が進むにつれて、もともと鬼を追う役目だったはずの方相氏が追われる鬼そのものとして認識されるようになってしまうんですよ。平安時代後期の記録では、追儺の際に役人が方相氏を弓で射るという記載があり、これは方相氏が弓で狙われ追われる側になったことを示しています。さらに下って室町時代に書かれた「九字根源」という書物には「鬼というは方相氏のことなり」とはっきりと記載されており、もともと鬼を追う側だった方相氏の立場がすっかり逆転してしまっている様子がわかります。方相氏の要望が恐ろしいがゆえに鬼とみなされるようになったのでしょうか。もしくは葬儀と関わりのある方相氏に死のイメージが関連づけられ、汚れとして忌避されるようになったという説もあります。方相氏が鬼とみなされるようになった理由は定かではありませんが、しかし一つだけ言えることがあります。それは方相氏が追われる側の鬼になったことで、それまで目に見えない存在だった追儺の鬼が人間の目にも見えるようになったということです。以前にもお話ししたことがありますが、古代では鬼とはもともと人間の目に見える存在ではありませんでした。古代中国でも鬼とは人間の死んだ魂のことを指し示すもので、目に見えるものではなかったのです。ですから疫病や穢れを象徴し、追儺で追い払われる鬼ももともと人間の目に見えるものではなかったんですね。百鬼夜行の見える都市という本を書いた田中孝子さんという方の意見が興味深いのですが、要約して紹介すると、もともとの追儺の行事では追われる鬼が目に見えないがために本当に邪気を追い払えたかどうか不安だった。だから方相氏を目に見える鬼として追われる側に仕立て上げることにより、万人の目に鬼が追い払われたということがわかるよう工夫したのではないかって話です。これって人間心理としてすごく納得できると思いませんか。こういった変化を経て節分の行事が今に伝わっていると思うと、なんだかすごく面白いですよね。さて、というわけで今回は追儺の儀式で活躍した鬼神方相氏についてお話ししてまいりました。ちなみに節分に大豆をまくのにも理由があるそうです。もともと中国では魔除けに小豆や穀物をまく風習があったようで、そういった風習が元になっているのではないかと言われているそうですよ。また古い医学書にも、大豆は鬼の毒を殺し痛みを止めると書かれているんだとか。へーってことの連発ですよね。ちなみに節分とは関係ない話ですが、最近僕はおつまみとして入り大豆を食べています。美味しいんですが、ああ見えて大豆って脂肪分が多いので、食べ過ぎちゃうと太りそうで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それまで皆様、ごきげんよう。